しますサービス相手に10対10のイーブンです。それにしても井岡はですねあれだけ打たれていて動きがさほど止まってませんね、はいはい、手数が足りないだけですね、まあ、去年の11月自分に何が必要なのか、ご覧いただきましょう。10ラウンドの攻防ですがこれを井岡がやらなければいけない。そうなんです、相手が入ってくるところをね、はい、絶えずチャンピオンナバキャットワンチャイが先に手を出します。そこら辺がですね、成績の浅さじゃないですか、はい、そうですか、まだ13戦ぐらいですからね、ナバはもう10歳からキックボクシングやってますからね、なんせキックボクシングが110戦ですか、まだ相手との間というものをね、知ってますから間の取り方ですかね。そうですね、井岡のとにかくプロデビューは61年、1月が井岡のデビューだったわけです。さあ11ラウンド、やはり超満員の大阪フェス体育会館のお客様はここで井岡の勝利を期待しています。井岡がねこうやって入ってきますと打ち負けないでしょ、ナパは、はいはい、右のストライク、これでいいです。放送席、はい、どうぞ。井岡陣営はねこの回がラストのラウンドだと思って、うん、勝負に出ろという指示を出しました、はい、そうしますとこう出てこなければいけないんですが、やはり選手というのはなかなかどうでしょうかね、出られますかね、力はありますからね、行けろ、危ない、不要に出ると危ない、この試合2度目のダウンです。少しアナウンサーのリポートがありましたが、出ていくと中のうまさに合ってしまいました。11ラウンドです。ニューカルコーナーワイドを決めてレフリーが止めました、はい、アージン・ゼンキンさんが止めました、試合を止めました。ナックアウトで井岡敗れました。大国ナパキャットワンチャイ、今年の2月、ジョン・アリーフに続きまして2度目のタイトル防衛に成功しました。いやーそれにしても井岡陣営としては11ラウンドに勝負に出ました、はい、今津田会長、それから金田真一トレーナーに抱きかかえられまして、それから竹本チーフトレーナー、ガスさん、はい、試合を振り返ってお話しいただきたいんですが、井岡としてはやはり減量、これだけ体が大きくなるとですね、減量は苦しかったんでしょうね。いや減量はね、関係ないと思います。そうですか、科学的なトレーニングをしましてね、コンディションはもうベストに持ってったと思います、はい、ただ自分 の、 この体をですね、持て余したっていうんですかね、はいはい、そういうことで、力を発揮できずに終わったという感じですね、はい、そうですか、今認定証が、まあ、実力、また、はい、テクニック、もういろんなものに、はい、2枚も3枚もですね、ナパが上だったんですね。そうでしたね、まあ、井岡も発展途上の選手であるということは津田会長がおっしゃってましたが、やはりナパキャットワンチャイもまだ21歳、はい、同じことが言えたわけですね、まあ、ナパはこれ、はい、このタイトルをですね、この調子で10回以上防衛するんじゃないですか、はいはいはい、まあ、惜しくも井岡が敗れまして、これで日本のタイトル戦16回連続負けという、まあ、かつて一度16回連続があったんですが、はい、これ並んでしまいましたね、まあ、それにしても勇敢な11ラウンドの井岡博樹選手、まあ、お客さんで、はいはい、会場のお客さん、テレビ見てるお客さんで、ね、まあ、満足のいくボクシングの人はやれましたね、そうでしたね、負けたとはいえ、はい、チャンピオンベルト、ナパキャットワンチャイ、見事3度目の対決、まあ、3度戦わなければ実力の接近しているもの力は分からないと言われているそのラバーマッチ、井岡博樹が惜しくも